ビズ作りましょう。2023の予選大会を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。けどビズ作りましょう。2023なんだけど2024の1月にやるんだよね。本当ですね。大会はそうなりますね。はい。ということで皆さんで楽しんでいければと思います。よろしくお願いします。 今回ですね、えーとまあ、挑戦者枠と、あと見学者枠っていうのもちょっと作らせていただいたんですけれども、いいね、えっと、はい。見学者の方もですねあの、もちろんご参加いただいて大丈夫ですのであの、うっかり決勝進出しちゃったっていうのもありなので、ぜひぜひチャレンジしてください。<laughs> うっかりさんですね。うっかりさん募集中ですね。りすねはい。はい、あ,あり得ますね。全然あり得ます。十分あります。はい。 それではですね、早速始めていきたいと思います。えっ、ー、と、オープニングで画面に映っておりましたが、えっ、ー、と、今回の作りましょうに関しての企画、運営、問題作成、あと総監督 KT ということで、こちらのメンバーで行っております。皆さんもご協力いただきまして、本当にありがとうございます。今年もですね、このメンバーによって素晴らしい問題があの揃っておりますので、ぜひお楽しみにしてください。 はい。それでは最初ですね。えっ、ー、と、導入のところ、を KT お願いいたします。はい。私からは、ビズ作りましょうが生まれた理由について、皆さんにお話ししたいと思っています。皆さんがどんなことを、このビズ作りましょうを通して鍛えていただけるか、もちろん楽しい。これ第一なんですけれども、一方で皆さんもですね、日々切磋琢磨していく中で、やっぱり技術を鍛えていきたいという思いもあるかと思います。楽しく学べるビズ作りましょうということで、このビズ作りましょうでは、 見たチャートがタブロでどのように構成されているのか反射的にわかるようになる。これがすごく鍛えられるポイントになっていますで。これができるようになると何がいいかっていうと即再現できるんですね。即再現することができる。見たものを、あ、これってピルがこの位置にあるなって頭の中で浮かぶようなレベルになってくると、皆さんの操作もすごく早くなってきて効率的になっていきます。 で、もう一つ面白いのが、タブローで作られたものでないものが再現できるようになってくる。まあ、今回のですね、問題作成者の皆さんも、もはやこれタブローのチャートなのみたいなものを作っている方々が多いと思うんですけれども、あ、これもこの要素を組み合わせてはいけるなと。まあ、これがまさにタブローの無限の表現力ということなんですけれども、この表現バリエーションを増やしていくことができる。まあ、この、例えばポスターだったりとか、他のツールで作られたものであったりとか、様々なものが世の中にあるわけですよね。これの表現の方法って、 タブローでデータを可視化したらいいんじゃないかと思った時にタブローでだったらこう実現できるよなというふうに分かることができれば皆さんがそれを活用することができるってことですね。 でさらに、まあ皆さん、プリアテンティブアトリビュートというようなですね、言葉を勉強していただいた方もいるかと思うんですが、視覚属性ですね、反射的にわかる視覚属性の、このうちのどの属性を使用してその値を表現しているのかが直感的にわかるようになると、ベストプラクティスというものが理解しやすくなります。あ、これ長さでこういうものを表現しているからこうなんだなとかっていうことがわかるようになってくると、いろいろなですね、理解も進んでいくというところになっていきます。まあその結果ですね、データビジュアライゼーションという言葉を皆さん話すことができるようになるのかなと思っています。 じゃあ、まあ、どうでしょうということで、じゃあ実際これならわかるよねっていうところで、例えばこのチャート、この棒グラフなんですけれども、これ当然ですね、このピル。 がついてれば分かりますよね。これは皆さんどうやって作っているか分かるってことなんで、まあこれを見てやるっていうのは、いわゆるリバースエンジニアリングになるわけですけれども、これってダウンロードさせてくれるダッシュボードをビジだったらいいんですけれども、最近はダッシュボードできないワークブックっていうのもありますよね、と。なのでワークブックこれ素敵だなと思ってもやっぱ再現できないだったりとか、あとそもそもいちいちダウンロードして開いて見てって確認していくのって意外と手間だと思うんですよね。 なので、こういうところがないという、もう見た瞬間には、これこの表現だなって自分で、もう想像でですね、ピルの位置が分かってしまう。わざわこんなことする必要もないわけですと。なので、ピルってなくてもわかるはずなんですよね。まあ、つまり、えな、え、この、例えばこの棒グラフだったら、横のこのヘッダーの部分にある、位置を横向きに表現しているから、列だよねとか、二つ枠がありますよねとか。 あるいはこの長さの頂点の位置を高さで表現してるから行に何かこの売り上げが置いてあるんだろうなということはピルがなくてもちゃんと構造を理解して分かるはずなんですよね。なのでこのようなすごいシンプルで基本的なチャートも,もちろん 最初のステップとして非常にいいですけれども、絵画のようなビズっていうものもいっぱいあると思いますが、これも実はシンプルな二重軸の一枚のシートだなっていうことがわかるわけですね。線とこのドットの重ね合わせに過ぎないなっていうことがわかれば、まあ、こういったものもですね、別にダウンロードできなかったとしても、概ね理解できると。まあ、なんで最初はこういうのを見てダウンロードして自分の 想像したピルの位置が合ってるかどうか確認してみるのも面白いかと思うんですけれども、こういったことを分かるようになると、その表現の幅も広がってくると。なので、最後に紹介するのは、これバブルチャートに見えると思うんですが、単なるバブルチャートではなくて、位置と空間グループに意味を持たせているんですね。普通のバブルチャートだとタブローが勝手にバブルの配置をすると思うんですけれども、このビズは、 これ、長田ゆかりさんのビズですけれども、この彼女が作っているのは、この丸の位置だったりに意味がある。この丸の位置とか、あとその重なり合いっていうところを、この空間グループ的に表現している場所のそのものと位置と、この集まっているものたちに意味があるっていう、そういうやり方をしてるんですけれども、まあ、こういったその位置そのものに意味があるんだなとか、 っていうことが分かってくるよっていう形で、よりそのビズの解釈っていうところもレベルが上がっていく。自分が作れるようになるだけでなく、こういった解釈っていうところもやりやすくなっていくよというところで、このビズ作りましょうですね。皆さんこれを学んでいただくことで、これまで以上のですね、さらなるレベルアップ、今までに鍛えてこなかったようなパーツですね、鍛えてこなかったタブキン、タブロキンですね、タブキンを鍛えることができるということでですね、ぜひぜひ楽しみながら レベルアップしていただければなというふうに思います。それではルールについて千秋さんからご紹介いただきます。はい、k ありがとうございました。えっ、ー、とはい、本大会の、えー、予選大会のルールをご説明させていただきます。えっ、ー、とバージョンなんですけれども、2022.3以上のバージョンをご用意ください。で、バージョン違いによるあの年がずれてしまうと思うんですけれども、そこのずれは、うん、ごめんなさい。 途中で切れてしまってますが、えっ、ー、と要件に入ってませんので、そこはあの考慮せずで大丈夫です。で、1問につき、制限時間は10分間となっております。で、お題のビズが表示されると同時に作成開始 ok です。で、ただしですね。全ての部分をあの説明しきらないうちに回答した場合、再現できてない部分があるとお手つきとなってしまいますのでご注意ください。 で完成しましたら、予選大会の場合は、ズームのチャットにタブッタと書いてください。ぜひ皆さんも今練習で書いてみてくださいで。このチャットに書き込みがあった順に画面を共有していただいて、要件が合っているかというのを出題チームで確認いたします。でえー、確認が取れ次第、えーと、クリアということになります。でただですね、あの過去の予選大会でもあったんですけれども、あのタブッタと言った人の 中身を確認していると、あれ、これできてないんじゃないみたいなのがあったりして、やり直しみたいなのもあるんですね。でそういう場合はあの、次にタブったと書いた人がチャンス巡ってきますのであの、必ずバトル終了の合図があるまではあの、諦めずに作って、ぜひチャットへご入力ください。はい、で、えーと、再現できた人が出てきた時点で終了となります。で、えー、各バトルで勝利した方が本戦出場となります。 で今回、えーと、過去もそうですが、4名の方が本選出場となりますので、えー、と先抜け4名の方が、えー、と次の1月30日の総会に出ていただくことになります。はいでえー、とインターネットで検索したりですとか、自分の,あの手持ちの資料を参照しても OK なんですけれども。まあ 速さが勝負のところになりますので、なるべく自分の引き出しをすぐに開けられるようにご準備いただけると良いかなと思います。これチャット GPT もありなんでしたよね。ありですね。<laughs> <laughs> はい、あの検索スキルが問われますね。<laughs> はい、調べてる時間あるかわかんないけど、あの別に使っても OK ですということです。OK <laughs> です。OK ですよ。うん、はい。ということで。 えっと、皆様緊張していると思いますので、えっ、ー、と、練習問題を用意させていただきました。準備はよろしいですか。みんなたった、たぶたたぶたって、あの、一人だふったってい人いましたけど。ああ、素敵、はい <laughs>。たぶりたいって言ってる人いますね。<laughs> たぶりましょう。はい、たぶりましょう。ょうお手つき前科、徳谷さん。<laughs> <laughs> <laughs> ぜ、でも別にお手つき、あの、<laughs> 別に、あの、もう一回挑戦できるから。かう、そ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 うなんですよ。ついちゃって大丈夫ですね。はい、大丈夫です。うん、なので、要件はしっかり確認して、チャレンジしてください。はい、それでは、練習問題いきたいと思います。どなたが一番最初に食べるのでしょうか。こちらになります。ええー、皆さん一回は見たことあるかもしれない、アンパンマンに出てくるお日様を、タブローで作ってみました。うん なので、えっと、白、黄色、緑の3層の円を作っていただき、背景は水色にしてくださいという問題です。かわいいね。すねこれは <laughs> そういえば、こんな形だったなっていう。あれ、なんかよく見たら、荒川さんの背景が同じ円のような。<laughs> バレましたか。仕込んでますね。うん。荒川さん、<laughs> ちょっと喋ってもらいますいや、もう、匂わせ背景なので、これは。<laughs> 匂わわせせ背景匂わせましたね、まあ、もしかしたら今日の問題も背景にヒントがあるかもしれないかもしれない。さ <laughs> <と>、うん、てさて今のところ9時11分のあのたぶった練習のたぶったのでまだそうですね,ね、はい。一応時間はですね私の画面のところにちっちゃく出てはいるんですけれども適宜こちらで残り何分とかっていうのはアナウンスさせていただきます。 これはなんかこう円が3つ重なってるっていうのでなんかあんまりこう見かけない図ですけど可愛いですよね。そうですね。でこの作りましょうあるあるなんですが、うん、この3つ重なるとか4つのディメンションを使うみたいな時に何を使えばいいかっていうのがパッと出てくると強いかなと思いますね。うんうん、難しいなこれ。あれ <laughs>、あのー、<laughs> やってる。<laughs> どこまでいっていいか分かんないですけど、私、これはあの、あ、たぶった人いますよ。これかなはどういうことでか、なは。かなったかな。じゃあ、AI さん、画面共有いただいていいですか素晴らしいですね。お願いします。サイズ感とかが微妙に違います。あ、サイズ感は大丈夫ですよ。はい。えっと、停止しちゃっていいですか あ、大丈夫です。はい。よい<ー>あ、できてます。あ、すごい。できてね、そうですね。白、黄色、緑の三層の円になっていて、背景が水色になってるので。アイさんクリアになります。やった素晴らしい。ありがとうございます。<laughs> はい、という感じで。 たぶった人からあの画面共有をいただいて、要件を確認するっていう流れになります。えー、解説しなくていいですかあ、あいさんからのポイントみたいな、練習あそうですね、AI さん、はい、画面切っちゃったか、えー。うん、もう一回お願いします。あれ、どういうふうに作ったか、簡単にご説明いただいていいですか。はいえー、と3つのの円なので サンプルスーパーストアの中の3つの様子をも使っておりをしました。しで、えっ、ー、と、色とサイズにそれぞれ入れて、あとはもうデフォルトの設定のままで、でただ入れるだけだと円がずれちゃうので、<ー>えっと、なんだっけ、<ー>ミンゼロを使って、色を合わせました。おお<ー>素晴らしい。完璧です。素晴らしい。 やー<っ>さんやっぱり一日一タブロやってるだけあっても瞬発力やばいね。<laughs> うん、本当ですね。素晴らしいです。ね、最初だけ、なんとか。のかこの,の,この頑張りましょう。うん。通過しましょう。はい。円のやつ私思い出があってあのなんか、うん、地図の上に円グラフを載せるっていうのあるじゃないですか。ありました。私それやりました。やろうとしてもこれになっちゃうっていう。<laughs> えー、なんてみたいな。<laughs> なんか円重なって、ね。ある,あるある。とい,いうことがあったの、ね、でちょっとあの思い出深いですね。あのなんか、いや、使い方が分からんと、そういうことが起こるっていうか。大昔の感じです、ね。ではい、ね。はい、はい、はい、さん、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。一分半か。すごいな。早いね。うん。素晴らしいです。はい。という要領で進めていきますので。皆様、ご準備よろしいでしょうか。 さあ、ここからが本番ですねはいそれではいよいよバトルスタートとなりますはいそれでは行きますよ第1問はこちらになります森田画伯の2億2000万の瞳っていう問題になります、うん、で要件としてはサブカテゴリー別、うん、あもう作っていただいて大丈夫ですよ サブカテゴリー別、オーダー年別の売上クロス集計表を作成してください。で、行列ともに総計を表示していただき、サブカテゴリーの総計が大きい順に並べ替えてください。で、えー、と売上で色をつけて、ハイライト表にしてください。これは高い方、を濃く、低い方、を薄くですね。で、色は青じゃなくて何色でも大丈夫ですと。で、数字は 丸億、丸々、丸々、万円のように億万単位で表示してくださいという問題になっております。ああ、始まってきました。これなんか簡単そうに見えてんってなるやつだよね。なりますね。うん、森田さんこの、この心は一体どういうなな、何故にこれをやろうと思ったんですかまああの とある企業の方からですね、<お> M と K じゃ分からんと。まあ<ー>、<laughs> MK 問題ね。うん。どうしても会社の方針として、億と万で表示してくれと。うんうんうん。あい。いうお客さんもいらっしゃいますよねって感じ。まあ、そう、ね、<laughs> うん。まあ、いろいろ探してもですね、海外の ワークアウトウェンズデーとかではきっとこういう問題は出てこないだろうと <laughs>、うん。これってなんか海外ってみんなさ M とか K でかなんか収まってるのかね、他のいろんな言語あるけどさ。どうなんでしょうかね。確かないのかね、奥みたいなやつ。中国とかどうなんだろうね。まあ、は中国語あん。そ、はい、うなんだ。 さあどうかななみんな、まあ、まだ絶対できない、ねこれね、そうですね、今ね、2分ぐらい経ちましたね。うんうん、逆に2分できたら見てみたいですけど。本当に。<laughs> ああ、は難しいぞうん、うん。でもこれできたらいいですよね。やっぱ確かに、おっしゃると森田さんのおっしゃる通りで、これやりたいっていう日本の企業めちゃあるよね。うん、あると思います。 うんえちなみに、この他の皆さんはこのやり方知ってたんですかなんかみんなバラバラでしたよね、やり方。いろいろやり方は。うん、種類はでたあるじゃないですか。会社でやりましたね,やしたねあ。やってる、やっぱりいいやりました。あ、たぶりました。たぶた早っ じゃあ、つーさん、画面共有お願いいたします。あ、んな早いっすかそれはすごい。すごいな。何分早い。二分半じゃあ、つーさんが画面共有お願いします。今日、他の方も予備であげてあ、そうですよ。皆さんも。はい。キャンタはダメよ。そう続きチャレンジお願いしますねしないかか 今、こちらのビズ共有中はチャットの方のスライドをご覧ください。まだちょっとはいしいかも。合計が。合計のところですね。一番右下のところですかね。右下の億を超えたときには、これだと2億2718万にならないといけないんですよね。ああ、あとはね。 奥っていう感じが入らない。ごめんなさい。あ、おつうさん、頑張れ。頑張れ。またちょっとだ。あ、来た。あ、おちゃんが。これはタブローきないって言ってるよ。あ、上村さん、上村さんです上村さん食べてますね。おつうさん、ここしたらなかった。はい。画面共有。あ、上村さん、画面共有お願いします。 できてますああごめんなさいです。ズームあんま使ってないから大丈夫ですよ。おおああああこれはね。あごめんなさい。大きくついますよね、全部ね。そうなんですよね。惜しい惜しい。いやでも惜しいです、惜しいです。あとちょっと。ということですね。いうことですね。いやでも大健闘、大健闘。すごいですよ。 まあ、今のポイントは1億円以下の時は当然1億っていう出てこないけれども、数字 <laughs>、うん、が1億超えちゃう時だけ何億っていう感じが出てこないといけないもう一回問題の見せたらどういうですねそうですね、うんはいあ。ちょうどこの問題のこう難しさが出るところが出てきましたね。<laughs> ね <laughs> ここなんですよ、ね。でもすごくなんか皆さんこう、タイムトライアルにね、あの積極的にやっていただいて。 でも大事ですよね、それで OK だったらもう一番ですよね。でも大丈夫です、まだ5分あります。大丈夫です、何回でもいいですはいゃんじゃんお手つきして潰していく方法もありですよ。確かに。確かに見てもらえるっていう。ここまではできてますみたいな、確認できます多ね。たぶお二人とも書式を使ったと思うんですけれども、ヒントは、やっぱり書式だけだと解決はできない。 なるほど。えーうん、でも書式はありってことだよね。使う書式を使うのはありなんだけれども、<laughs> やっぱりちょっと場合分けをしないと、場合,<ー>場合分けっていうのはやっぱり、やっぱりポイントは、億以上と未満で、なんかやっぱり分けて考えないと難しいのかなとは。 思いますが、ど、うん、こ,こがピンとひらめくかどうかなんだけど。えー、<laughs> お,お声が入ってますね。聞 <laughs> <laughs> 言うとでりしてなかった。<laughs> いや、でも、今めっちゃですよ、はい。いいリアクションいただいたので、うん。<laughs> 誰がリアクションしてくれたのかなと思っちゃった、うん。<laughs> むずすぎるやん。億千万の胸騒ぎと。か胸ザワザしますよ。ね。ワザワですよ。ザワザしますよ。うん。そうね。ササだったんだよね、タイトルが。そうそうそう。これはなかなか大変ですよね。ちなみにこのタイトルも毎回こだわったタイトルになっているので、ア2億2千万の瞳。そうですね。実際こういう歌があるんですかね ヒロミゴーですね。2億4000万です。エキゾチックジャパンですよ。エキゾチックジャパン。ジャパンですね。いやあと2分ちょっと。2分ぐらい、そうですね。もうちょっとシーンと出しましょうよ。もうちょっと。えっと、だから、分けなきゃダメなんですよ。その、億の単位と、万の単位を、 分けてるっていうのはあれですか計算フィールドを分けるっていうんですかそうですね。フィールドを分けないと多分できないとい。うんね、つまり一つの計算フィールドではないってことですね。これ二つの計算フィールドってことそうですね。つのまあ考え方的にはことですね。ただ、うん、それを一個でることもできっちゃうできるこてしょう。こにあららするとできる場合は、うん オニャララするとね。オニャラララッス。あ、食べたあ、食べた中島さん、画面共有お願いします。上物来ましたね、しゅんたさん。あ、うもした。画面共有のやり方を。え画面共有メニューって出てこないです。これで共有をしたら。あ、来ました。来ました、ました。おおあおお 素晴らしい。モテクさん、いかがですかあ、でも、並び替えが。あ、並び替えがです。あ、あ、問題がわからん。どっちだまたやれです。チャットの方にスライド貼ってある。ちょっとそのやってください。並び替えが。でも、おつーさんがたぶてるな。おつーさんがたぶってるな。これはダメかもよ。じゃあ、あの、諦めます。一回戻って。はい。じゃあ、おつさんが面共有をお願いします。なるほど。 森田さん、カンマはいいんですかカンマはっ,っていいの、うん、カンマ、本当は覗きたかったですね。おおおこれはきてますかきてますね。きてますね。来てる。うん。判定や言いたいんで森田さん、いかがでしょう、うん、はい。オッケーでしょうかちょっと判例がっていうのがあるんですけど。お。 ですかねはいはいはいあれ今動かしてるおつさんオッケーですあそっか音が入って声が入ってないのかしゃべれないんだあそうなんですねマイクのちょっとあっそうなんです普段すごい判例判例はオッケーですね そうですね、判例もともとの要件に入ってなかったので、大丈夫です。要件に入れてないんで。はい、すごい。すごい。これはお父さん、どうやってやれたんですかね。これ、解説できないでしょう。筆談で解説はきつい。その計算フィールドを見せてもらってもいいですか。しかも、しこたま計算。ああ、いうふうはい、はい、はい、はい。ね。文字にしましたと。いうことですよね。 オッケーでしょ。おー素晴らしいです。素晴らしい。しいじゃ中島さんも惜しかったけどね。中、はい、島さんも惜しかったいやー並びよう条件に変えちゃってたからない。いやケアリてみて。<laughs> 忘ああいはい、また次頑張ります。 ありがとうございます。じゃあ、えーと、こちらの問題ですね、森田さんから、えー、と少し解説入れていただこうと思いますので、皆様、ちょっと一息をついて <laughs>、はい、聞いてください、はいじゃ。森田さん、画面共有いただいてう、画面共有が私もどうやってやるか分かって辺に <laughs> 画面共有で。はい、なんか四角いやつ。うん、はい。あっ、うん、失礼。えー、この問題ですね。<laughs> で。あれあすいません。坂本さん、ちょっとミュートに入れない,あいあ。はい、大丈夫です。この、あの、バーが、なんか、メニューがちっちゃくならないんでしたっけうめえ、い,いや。はい。えー、っとですね。まあ、一応、私、開放三つを 考えてはいましたで、まあ、お通さんのパターンです、ね、はあのー、いわゆるもう数値じゃなくて文字に置き換えちゃうということで、おそらくはこういうやり方だったんじゃないかと思いますけれども、あれ下からじゃあ。 本当、はい、<laughs> でっかはい。条件式を使って、1億以上、まあ、10の8乗、まあ、1億書いて数値書いてもいいんですけどね、の場合あの、億と万、数式を書いちゃって。で、ポイントは、あのストリング関数を使って文字にしてしまうっていうこと。未満の場合は、あの1000万のくらいだけ。ですから、えー 10の4乗で割った、はい、ところを表示すればいいと。まあ、こんな数式を書いてやればできるでしょうと。で、別な方法、解放1ですけれども、私はどうやったかっていうとですね、万の桁と奥の桁を分けちゃったんです。で、万の桁は、ね、あの同じようにあの割って、あのー、パーセント、あのー、上 常用数なんていうんですか余りを出す。そうすると、あの、奥の桁削れるんで、万の桁の数値になる。えー、奥の桁は割り算でね、あの、10の要は8乗で割れば奥の桁が出せる。まあ、丸め、ラウンドするか、イントするか、あの、その辺はちょっと扱いは、えー、そのケースもちょっとあると思うんですけれども、まあ一応今の場合でやって。 で、ポイントはそれを両方テキストに入れちゃってですね、このラベルのとこで、奥の桁と万の桁と並べちゃうんです。はい。で、こいつをですね、出し分けるんですけども、出し分けのテクニックとして、えー、私はこういう方法をっ取ってみました。えー、まあ、ちょっと万の桁の方を見ますけれども、えー、これの書式ですね。 はいえー、こういうふうにカスタム書式を作って、ポイントは最後、ゼロの場合を消すっていうふうにすると綺麗になると、はい、いう方法を取りました。うん、確かに盲点だね、プラスとマイナスとゼロってのができるんだもんね。そうゼロ、ゼロの書式ができる。そうすると <laughs> あの余計なゼロが全部消えるので綺麗に。 それでだから億がなくなるってことだよね、はい、ないときは。はい。で、おまけとしたら、ちょっとこういうアイデアもあるかなぁと思ってやったのはですね、えー、これ、単純に、えー、そう単純にっていうか、分一応使って、えー、やっぱり億以上と未満で分けました。はい。で、ただ、億、 を超える場合は、あえてマイナスにした。で、そうすることによって、書式でプラスの場合とマイナスの場合で変えられるという、ちょっと裏技を使って、プラスの場合は何とか万円、マイナスの場合は何とか億く何とか万円。これ、あのー、今集計結果が全部プラス値だからできる条件になりますけれども、うん まあこうやって書式でカバーすることもできましたと。はい、いうことでした。いやー、いおー、すごーい。<laughs> だから、まあ、やってやれなくはないですよ、こういうこともっていう、ちょっとお題でした。以上です。うんうん、いや、しびれますね <laughs> 使い。使い勝手も良さそうだし。詰め、すごいですね。 なかなかトリッキーですけど。蝶までいかないんであれば、これでいけますもんね。そうですね。それも条件なので。プラマイもなければ。蝶が出てきたら、蝶を開けなきゃいけない。あ、解説、時間切れだそうです。ちゃんと時間切れです。出れた。いいね、これ。すごいね。はい、森田さん、ありがとうございます。コメントにもありますが、紙授業ですね、本当に。

お手つきから、ありがとうございました。素晴らしいです。おめでとうございます。お手いきからのリベンジで上がるって、結構ね、レアケースだから、すごい。すごい。うん。じゃ、本戦頑張りましょう。はい、ありがとうございます。そうですね。おめでとうございます。おめでとうございます。白旅必須になりますので。そうですあの、白旅はご用意しておきますので、大丈夫です。はい、それでは、えっと、皆様。 ちょっと休憩できましたかね。はい、そうしましたら、第2問いきますよ。まだまだチャンスありますからね、諦めないでくださいね。はい、それでは第2問の問題はこちらになります。はい、これは製品ごと製品名ごとの売り上げ合計を棒グラフで表現してくださいというものですね。で、えっ、ー、と見た目も合わせてください。で色 分けがされているんですけれども、色分けはそれっぽければ OK ですと。ねえっと、ラベルのところにですね、製品名と売上げの合計を示してください。でこれも売上げ合計の基準に並べ替えてくださいね。であと、地域ごとのフィルターを表示して、単一選択で表示をさせてくださいで。棒グラフの根元にですね、カテゴリーごとの色を 付箋のようなな形で付けてくださいこちらも色は自由になりますでカテゴリーを示す付箋の,このちょっと出てるやつですねの大きさはフィルターを変えても一定になるようにしてくださいという問題です。いやー、またちょっと違った難しさ <laughs> ねこれは。ねー 一見かんまあ、これまた一見簡単に見える簡単でもないどうなんだろうね、うん、これサカピーはこれは一体どういう意図でこのようなビーズを作ったんですかそうですね。まあけっまあ、これはもうデザイン面でこんなこともできますよっていうちょっと学びになればなと思って出してるんですけど、うん、まあ色って結構便利なんですけどあんまりこう前に着すぎると。 ちょっとうるさいなみたいな感じになることも多いんですけれど、まあ、これくらいほんのり出てくると比較、まあ、的うるさくなくできるのであの、まあ、こういう表現もちょっとできますよとやったらできるかなってことをちょっと考えていただきたいなと思っていたしました、うんまあ、確かにこれってランキングじゃないですかで多分普通に普通にドストレートにあったら棒に色をつけるのが一番簡単だと思うんだけど。 まあそれでその上位の製品にどういうカテゴリーがあるかっていうのをビジュアルで見せるって感じなんだけど、ただそれだとちょっと塗り面積が多すぎて派手になっちゃうからまあほ、まあこれ単体だったらいいかもしれないけど、他のなんかビズとのバランスだったりとか、全体のそのダッシュボードの配色の関係だったりとかで、このちっちゃい付箋でも十分、あ、上の方にオレンジいっぱいだねとか分かるから、これでいいってことかな。その通りですね。ありがとうございます。うん。うん かわいい。出し物上の色のバランスって難しいじゃないですか。本当に今言ってもらった通り。でもこれぐらいだったらあんまりこう調和を崩さないので、そこは確かに狙ってますね。いいですね。これなんかスッとできたらスマートだよね。見た目かわいいとこもありますしね。あ、早い。いい。 じゃあ、祖父さん、来ました。<laughs> ぜひ、画面共有いただいていいですか、えー、音楽が聞いてた。はい、ちょっとお待ちください。はい。はい。半分ぐらいですもんね、まだ。は<早> <laughs> いや。このような感じでいかがでしょうか。おこれはすごいお、すごい。これ、下の方、<ー>一番下行ってみてもらってもいいですか そうですね。合ってるんじゃないもうちょっと上の方行ってもらってもいいですか一番上。今回一番上です。そうですよね。めっちゃ後もすごい細かいんですけど、はい線の幅がちょっと棒ごとにバラバラになってるんじゃないかあ、ほんとだ。ほんとだ。はい。やり直します。ああ、惜しい、惜しい、惜しい。大丈夫ですよ。まだ時間ありますよ。惜しい。 でもそんな早くここまですごいセンスを当てるとかもね。アイさん、あった。あっ、アイさん。食べた。アイさんがた。これ、白熱だね。これ、お願いします。あ、デッドヒート感ありますね、今回。ジリジリしてるね。あ、はじまさんも来てる。すごい。あまだチャンスある。まだまだ、お父さんも来てる。すごい。そうですね、アイさん。すごいな。え、どんどん食べてる、どんどん食べてる。 待ってくださいああ色がカテゴリー、さっきのカテゴリーのままなので、この辺が白いんですけど。ごめんなさい、アンパンマンのやつのまま、ね、アンパンマン描いたんついたままでした、はい。ちょっと家具の色を変えてみてもらっていい、うんね、っ家具の色だけ変えていいですか、うん、なちょっと何でもいいですね、適当に。はい、何なんでも大丈夫です。こんな感じです。さ<お>あ、どうでしょうか。でもですね、なんか、 ヘッダが出ちゃってますね。あ、ヘッダがいっぱい。ちょっと、キッチン、エイドコロン、コンロが2個書いてあるので、ごめんなさい、ダメです。ダメですね。見た目合わせてください、もありましたそうですね。そうなんです。はい、そんなこといですけど、そうですね。確認もしっかりって感じですね。中島さん。さあ、リベンジなるか。はい、また何か。 いいやしてななか難しい、細かいからいろいろ。まずは出してみよう。おつーさん、また食べてるすげえな。おい。ちゃんとカッコしてる。2回通過した人は次の方譲いるので、そういうことなんですね。はいおゆかしさ。高島さん、大丈夫ですか <laughs> あ大丈夫です。きれい。どうだろうか。ちょっとフィルターを変えてもらってもいいですかお北海道とか選んでもらっても。<お>ああ、なるほど。なるほど。んあなんか短いあの、たぶん、坂 P さんのなるほどポイントと自分のラボが大体一緒な気がするんですけど。あ <laughs> はい。ちょっとどうぞ、コメントを。これ、どうしたらいいのかな <laughs> そうなんですよ多分軸の範囲が。あなんか気づいてしまったかもしれない。固定されてますね、これ。すみませんね、問題はですね、その辺も固定されてないので。ごめんなさい。なるほどこれもダメです。すみません。すごい厳しい人みたいになってる。なるほどすごい重要なポイントだから、これはダメだね。徳谷さん、次、徳谷さん徳谷さん、すごい、どんどん。 どん行列ができてでもいい、この感まだそうですよ。皆さんチャンスが。状うですかハードコーディングだったんですよね、サトビーさんねさっきの二1 0 0 0みたいな形でやられたので。あ、中西さんですね。中西さん中西祐介 PC。いけますかあ、そしてその後、茶ャさんが。 <あ>リベンジで並んます。あ、いいですね。フィルターを変えてもらって。おおこれは。これは。たかな一番3、一を見せてもらうとかじゃないですか。見てもらいましょうか。あ、でも見ちゃうとあれなのか。 見ない方がいいんですかね。え見てみないとじゃないだって、判定、そうか、そうか、まあ、でも。はい、もうじゃ、あ最後、もう念のため、見ておきましょう。あ。ばっちり。ばっちり。食べてます。素晴らしい。正解です。いや。いや。おめ。中西さん、素晴らしい。中西さん、決勝進出で。す素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。 あじゃそうそうそう、惜しかった、いやこれ白熱のあれでバトルですね。はい、まあ見せてもらったのでウィンドウマックス出てたじゃん。出てた。出てましたこれ正解かなって思ったんだよね。そうそうそう。多分表計算のね設定なんですかね。多分次を使用して計算をちょっとうまく設定できてなかったのかもしれない。なるほどなるほど。中西さんこれ簡単にどういう風に設定したか解説いただいてもいいですか？ 中西さんは,はい、ちょっとあの横で子供が寝てるんで、小声ですごいな。えっと、うん、ラベルを一定にっていう話があったので、まあ多分この、なん,んですかね、ハードコーディングのマイナス1 0とかだとちょっとだめなんだろうなって思って、で、じゃあ、なんですかね、そのフィルターをかけた中での全体に対して、一定のものを出すっていう。 ことにしないといけないんだろうなっていうんで、まあウィンドウマックスだろうなっていうと。う<わ>ところですね。うん、概みが深い <laughs> です、ね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、なかなか使い慣れてないと出てこないですよね。ウィンドウ関数とかね。これが瞬発力なんだよね。だから、その一定にしたいから、ウィンドウマックスでしょうん。な、うんか、っやっぱ、それなんだよね。うん。 これあれですね結構前に酒井さんがどっかのビズで使われてたときに、<laughs> <あ>なんか議論したような記憶が昔、ああー、<笑><笑>ちょビズトークでやってたってことですかビズトークの前にあの、中島さんとか酒井さんとかとオフラインでずっと1年ぐらい、猫バマンデとか、うん、ワークアウトエンジンやったときにしゃべってた記憶があり<ー>その時僕はハードコーディングしてて、 ハードコーディングしないやり方に私はしてますね。元の堺さんが言ってた、のだけ覚えてて <laughs> でもどうやったらあてあの <laughs> これさ出題者理解が極めて重要だね。<laughs> <laughs> そうですね。癖が出ますから、自分の作ってきたものから出したりしますからね。<laughs> <laughs> 須田美の,の過去の作品を研究するみたいなのも結構大事なんですうねな、うん。だからあの作りましょうでさ、出題者とか誰か見てさ、<laughs> ちと <laughs> 試験対策みたいなね。成と対策,、ね、対策。なんか赤本発売するか。<laughs> <laughs> <laughs> サッカピーピンポーイみたいな。<laughs> おもろ じゃあ、サカ,サカピーさんの方からも簡単に解説いただいていいんですか、うん、はい、えともちろんです。はい。えといきたいと思います。えーとですね 今回、えっとまあ、棒グラフを作るってことで、まあ、棒グラフって本当表現の幅実はすごく広いので、その一端がお見せできればなと思ってました。まあ、普通にやると、まあ、製品名行に入れてあげて、でまあ、売上列に入れてあげればまあ棒グラフができて、まあ、このあたりのボタンでソートしてあげると、 まあ普通の棒グラフができます、ね。まあ、ラベルも出せば、ここの辺のボタンを押せばすぐ出ますねと。ただ、これだと、こう、今回特に製品名ってすごくラベル名が長いので、なんかヘッダーが結構切れちゃうんですよね。もう全部出ないのがあって、まあ、この辺をこう、どうにかしたいなっていう思いも実はありました。なので、色をつける前に、結構ラベルとして、その棒グラフの中に、こう、 文字を全部書いてたっていうのが、実は一個ポイントで、これでやってるかっていうところなんですけども、まあ、この製品名をラベルに入れてあげて、で、売り上げもコピーしてラベルに入れてあげて、で、まあ、ラベルは中身編集できますんで、まあ、この中で、例えば縦棒とか入れてあげて、まあ、こんな感じですかね。ちょっと半角の方がいいかな。こんな感じで、製品名と数値が出るような感じにしてあげると。で、さらに、 ラベルの位置をこう左に持っていってあげると、ちょうど根元につきます、ね。でこれちょっとまあ黒文字になって見にくいので、すみません、ちょっとセルの幅を少し上げましたが、こうするとまあき込みやすくなります、ね。でこうすると何でしょうね、ヘッダーの方もいらなくなるので、冗長情報、冗長な情報なので、消してあげると。いうので、一旦基礎ができてきます。で、これ青だと、ちょっとこう文字が読みづらかったり、多分下の方に行くと、何だろうな、なんか。 こういうふうに、黒と白、どっちが背景がいいんだっけみたいな分からないところも出てくるので、こういう時は、こう、フォーグラフの色は白にしてあげて、枠線で少しだけ濃いめの灰色とかにしてあげると、視認性も結構維持できますね。という感じであります。で、ここまでやりましたと。で、この後、カテゴリーごとになんか傾向が見たいよってなったら、色を入れたくなるんですけど、こうやってカテゴリーの色を入れてあげると、こういう感じになってですね、まあ、全然これでもいいんですけど、あのちょっとこう、 少しチカチカするなっていう印象もあると思います。なので、のでこれを下げたいということで、一旦カテゴリーは削除して、えっ、ー、と、まあ、もう一個ですね、その色を出すため用のこうこ,こにこうフィールドを作ってあげると。で、さっきこうハードコーディングって話もありましたけど、まあ、ベーシックにあるならば、例えば、ちょっとマイナス1万ってこれ、入れているんですけど、マイナス1万分だけ左に出るこう 棒グラフっていうのをこれ作ったんですね。ま右側にも出てますけどで、これをえっと二重軸で重ねてあげて軸を同期してあげると。 で、重0式するなぜかこれマークが丸になっちゃうんですけど、まあ一旦これ棒グラフに戻すと、まあこんな風に右側に出る棒グラフと左側にちょっとだけ出る棒グラフっていうのに分かる、分,かれ分けることができます。で、今メジャーネームでこれ色ついちゃってるので、一旦これは取り外してあげて、この2マイナス1万のですね、ここをえっとカテゴリーの色分けにしてあげると。そうするとこう根元に色がつくっていう感じです。で、ラベルはもういらないので、これちょっと削除するという感じで、まあこれでほぼ原型ができますと。 ただこれハードコーディングなので、あの、実はこのフィルターを入れるっていうのは結構ポイントになっていて、フィルター表示ってしてあげて、まあこれ単一にするのはもうご存知の方が多かったかもしれないんですが、ここで単一リストってしてあげると、一個だけ選ぶっていうことができます。で、だんだんこう、そうです、ちょっと規模の小さいところへ行くと、この、 マイナス1万っていうのが結構大きくなっちゃうんですよね。なので、正の幅も大きくなって、んかまたうるさくなってくるということがあるので、これを防ぎたいということで、ラベル用のまあ計算フィールドを作る必要が出てきます。で、これが、先ほど、中井さんもおっしゃってた、ウィンドウマックス関数っていうで、まあ、表計算の一部なんですけども、あ、ちょっとですね、ここで、ウィンドウマックスで、こう、サム売り上げね、サム売り上げの一番大きいとこを取ってきますよっていう計算式を作ります。つまり、まあ、一番大きい棒の長さっていうのが、こう、 可変になっちゃうから、あのあのこの1万がの大きさが変わっちゃうんですよね。見た目上の大きさが。こう 1, 1万っていうのの,のこう比率が変わってくるというのがあるので、まあ、一番大きい値取ってきて、その中何分の1かを出してあげれば、まあ、ちょうどいいよねっていう風にできるという考え方です。なので、えっと、今マイナス1万ですけど、マイナスこのウィンドウのマックス一番大きい値かける0.01とか、まあ、それぐらいにしてあげて、まあ、これにこう置き換えてあげると。 ですると、えっ、ー、と、こうなるんですよね。で、これが多分、チャソスさんの最初の状態だったんじゃないかなと想像しています。あの、少し幅が出てくるんですけど、幅の差が出てくるんですけど、これですね、次を使用して計算っていうのは、表下になると、なんかこの表計算の編集開くと分かるんですが、えっ、ー、と、ちょっと変なとこちょってるな。えっ、ー、と、製品名だけでこれチェック入ってるのね。なんで、カテゴリー別に、製品名ごとになんか番号、 がついちゃってるみたいな感じになってるのでえっ、ー、と一番大きいとこ取っちゃってるのでこれカテゴリーの方にもチェック入れてあげるとあの全部を見た中で一番大きいとこ取れるのでまあこれで完成する惜しかったですねい惜しかったねはい最初にすごいチケとかいいに行ってたんだろうねなんてもう3分でしたからねもうあと個1個だと思ったはいという問題でしたありがとうございました時間切れぴったり,ったりすごい素晴らしい <laughs> さすがや, <laughs> <っ> <laughs> や。ないやでもこのねウィンドウマックスってこの窓の中で大一番でかい値を取ってくるっていうのをこうまく使ってどんな軸だったとしてもあの幅を合わせていくっていうのがすごいポイントになってたのかなと思いました。一方であの速さっていう意味で言うとあの表計算で何を選ぶか何を次を使用して計算で何を選ぶかってすごい難しいじゃないですか。 あそこがシュシュッと出てくるかっていうのも結構今回問われるんだなっていうのもちょっと感じましてなかなかハードだったなと。そうですね。そうですね。いや、かっさんといえば表敬さんですからね。確かに。と <laughs> いうイメージが <laughs> 大,大好きなんで表敬さんが。<laughs> <laughs> <laughs> すみません、ね <laughs> いや。いいじゃないですか。やっぱ鍛えないとね。そう、捨、うん、てるとすごい便利なんで、んね、ぜひブローキに学びたいなと思ってもらえたら嬉しいです。うん でも本当に実務で使えそうですよね、うん、このラベルの使い方も、数字があって、縦棒があって、ね、名前があってっていうのも、いろんなところで役に立つ。マックっていう計算式の理解っていう意味でも、すごく分かりやすいかもね、なんかクエリパイプラインとかにも影響していくじゃないですか、フィルターを選んだ中で最大を取ってくるみたいなのも、やっぱ表計算だからできるっていうところもあると思うので。 確かにそうですね、うん、LOD で一番大きいのとか取っちゃうとね、また違う値出たりするんでそうなんですよフ、うんうん。フィルターをいじんだけ、結構コンテキストにするとかめんどくさくなっちゃうから、うんうん、なので、流れの順番も含めて、しっかり理解するっていう、いいエクササイズになるのではないでしょうか。うん、はい素晴らしい問題をありがとうございます。うん、ということで、第2問は中西さんが決勝進出となります。おめでとうございます。えー はい、それでは大丈夫です。まだ問題あります。第三問、あと二問、あと二問。<laughs> あと二人、そうなんです。風船飛んでる、風船飛んでる。る <laughs> 風船飛んでる <laughs> 風船飛んだよね。なんかティピースってする。そうなんだ。ほら。あ、本当だ。<laughs> すごいな。<laughs> <laughs> うん、<laughs> はい、それではご準備よろしいですか。第三問いきたいと思います。第三問はこちらです。 はいえー、とこちらはです、ね、地域と売上げの、えー、ツリーマップをまず作成をしてください。で年と四半期の売上げ推移を表す折れ線グラフを作成してください。2つを作るわけですね。でそれを今度初期表示としてツリーマップを画面全体に表示させた状態からこうツリーマップをクリックすると選択地域の折れ線グラフが画面下半分に出現するようにしてください。 でツリーマップの選択を解除すると、折れ線グラフは消えるようにしてくださいで。ツリーマップは選択された地域がハイライトされないようにしてくださいという問題になっております。要件多いので、ね、ご注意くださいね。セクシーゾーン、ね、<laughs> セクシー,ー <laughs> ゾーン。ザーン。なんとかゾーン。<laughs> <laughs> <laughs> 大ヒント,いヒント。いきなり大ヒントじゃないですか <laughs> です。<laughs> まあでもこれ結構ね、ポイントが多いんでね、この、うんうん、5番目とかね、ハイライトねそね、うん、そのやること多いですからね、確かに。うん、そうですね最初から出していかないといけないな気がしっかり確認した方がいいですねこの。このアニメもちゃんと見て、ちゃんとなてて、した方がいいですね。うん チャートそれぞれはね、シンプルなんですけどね。こ、うんなのは多分みんな一瞬で数秒でできてる、うん。数秒。ね、数秒。<laughs> え、でも、これ釣り行くと、それ線は数秒じゃない。まあ、ね、<laughs> そうですよね。確かにね。このね。ひねったものは、あの。新国、うん、のワークシートにはない。やつですね。<laughs> はい。 うはどうやってそのセクシーなゾーン感を出すかす、ね。<laughs> セ,クね、セクシーなゾーン感をね。うんうん、でもこれがあれだね、あの初めての,この、この予選では初めてのダッシュボードになるんですかね。そうですね。ああ、そうか。うん、<の>今まではシート。今まではね、1シートで作ってきましたけど、うんうん、そうでした。ダッシュボード、大きさは別に。 特に問わないですね。縦長でも横長でも。画面に移動しちゃいますからね。そうですね。一応、そのなるべく上下半々ぐらいになるようにはしていただきたいなと思います。はあ、どうなりますか。これね、いいっすね、でも。この動きがね。サブロっぽいですよね。っぽいですね。アニメーションが生きてますよね。 よこよこするの可かわいいよね。うん。変化。触りたくなっちゃいますね。うん。そろそろ3分経過しております。お意外とさっきより時間かかるかな。みんなちゃんとチェックしてるかもゆっくり。そうかも。うん、大丈夫です。焦らずさっきの問題はすごかったですよね。なんか、たくさん行列ができてました。今回どれぐらいで一人目が出始めるのか。 要件多いですからね今回でもなんか大体どの問題もこうみんなババッと同じタイミングに出るからすごいですね。ね結構パターンも違う問題最初はね表であの書式とか計算をうまく使うっていう問題だったし2番目はまあ表計算でまた、あ、ビジュアル表現の問題っていうところだったんですけど3つ目はねこうちょっとインタラクティビティというか。ううん、うん あわってた時のアクションがどうなるかみたいな感じですね。うん、まあ、この出題も秀逸なんですよね。毎回ね。皆さんのカラーが出ていて<ー>、うん。で、これ裏話ですけど、なんか最初もっと多いんだよね。なんかいろんな要素があ。あ、<laughs> で、それだかくんだよね。ちゃんと。もりもりでしたね。最初。もりもりです。これはどうするみたいな。これ抜くみたいな。<laughs> じゃあ、その辺も、あの、倫理委員会がいます。ありますかね。コンプライアンス的には、観点でしっかり。コンプライアンス。やりすぎだろうみたいな。やりすぎ注意みたいな。だから、まあ、まず手数が多すぎないかどうかっていう。とあと、まあ、ビジュアルベストプラクティス的にどうかとか、あの、そういうのとか、いろいろね。この機能をね、いっぱい入れていくと。これはどうなんだろうね、みたいな、のが時々出てきたりする。あ、めっちゃそうそうそう。ダメージだ。ダメージですか。 ベンジマッチ。そういうの。いない。はい。早いね。これが初期状態で、今、1回押したらこんな感じ。はい。地域を押しても大丈夫で、もう1回押したら戻るっていう感じです。おお。木村さん、どうですかこれはね、もう多分大丈夫な気がします。一応、ちょっと数字を確認したいので、もう 回はすみはえっと、25ですね。はい、えどこか1箇所、関西地方をクリックしてたいただですか、はいえー。はい、これでいいですか。はい、そうですね。ですみません、すませんね、僕のほうで画面と確認してます。 はいええー、オッケーだと思います<ー>、はいできてます <laughs>、えー、なんて早いんだろう、はい、早いまだ誰も続いてなかったですなんとらし瞬殺でしたね5分ですよすごっ チャソさん、これねぜひポイントを教えていただければと。ポイントは、やっぱり、なんたらゾーンの動的ゾーン表示ですね。ダイナミックゾーンビジビリティで、パラメータを使って、ここを押したときにパラメータアクションで、トゥルーになるようなパラメータを仕込んでます。もう一回押したらフォールスになって、ここが消えますよというふうな形で設定をしたという感じですね。 それ以外のアクションはどんなそうですね。それ以外で、えー、っと、一個、私は、えー、このハイライトが、えー、されませんよっていうところは、このハイライトアクションで設定してます。はい。単純に、えー、押したときに true が全部表示されますよっていうハイライトを押すことで、うん、えー、どこを押しても、えー、ちゃんと全部ハイライトがされる状態にしてます。うんうん、いや素晴らしいですね。なるほど。素晴らしい。はい。 完璧だね。もう百点満点ではないかと思います。はい、もう反回答出てます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らいでしたね。うん。素晴らしいです。この間のカジュアルビズ作りましょうでもほぼすべて回答していただいて、素晴らしいですね。素晴らしかったです。も普段の三連だね、もう十連だね、もうこれは。うん。参りました。はい。うん。 はい、じゃあ、キムニからも、ポイントをご説明いただいていいですかそうですね。まあ、もう、ほぼ、あの、うん、解説はいただくと、まあ、こうやって作るんですよっていう手順をお勧めしできればなと思いますけれども、うん、えっと、まあ、皆さんですね、その、このいわゆる個々のグラフは、当然、簡単に作えると、この,あのワークシーあのツリーマップと、折れ、線グラフですね。まあ、ただの普通の、もよくある、ポピュラーなシートが2つありますけれども、ポイントはですね、この、 トゥルーっていうですね、えー、計算フィールドをまずつくもの、単純にトゥルーとだけ書いてある計算フィールドを作っていただいて、これをツリーマップのところ、まあ、詳細かなんかに一応入れといてくださいというので、まあちょっと隠し味的な部分。うん って言いますね、これが、えっ、ー、と、必要な準備と、あとはもちろん、あの、パラメータを作っておく必要があるので、この表示の切り替えっていうですね、えー、パラメータを作っておいて、まあ、これが、その、いわゆるトゥルー・ファルスのですね、パラメータを作っておいたいというところが、まあ、下ごしらえという感じになります。で、これも下ごしらえが終わったら、ダッシュボードに移って、あの、2つの、なんていうんですかね、えー、ワークシートを配置してまきますけども、まあ、上下、えー、最終的に均等にとなるように、まず垂直コンテナを置いてあげてから、2つのワークシートを、まあ、このように配置。あ、ごめんなさい。 違下半分に配置しましょうねと。はい、で、一旦なんかデフォルトではこんな形でですね、上の方がほとんどなくなっちゃうんですけど、このあれですね。 このコンテナの均等配置というのをしてあげると、まあ、えー、上下きちっと均等になりますよという話ですね。はい。で、ここから先が、えー、さっきですね、あの、もう見せていただきましたけれども、この動的ゾーン表示というですね、まあ、新しい機能の出番なんですが、この出したり引っ込めたりしたいワークシートを選択した状態で、こうですね、値を、えー、使用して表示というところにチェックを入れてあげるとですね、このパラメータの えこのトゥルーかファルストによってですね、出たり引っ込んだりしますよっていうことを制御できるようになりますま。これが動的ゾーン表示というですね、新機能なんですけれども、ここをですね、基本的にこの動的ゾーン表示だけだとこれだけで問題が終わるんですけれども、そこから少しひねってやって、パラメータアクションとかそういったものを使ってやっていってくださいねと話になっています。パラメータアクションは、ここからですね、パラメータアクションを作ってあげて、さっきの上のワークシートですね、選択したら、 のさっきの表示の切り替えが true、えー、になるよと、正確にクリアしたらまたファルスになるよっていうふうにしてあげるとですね、毎、まあまあ、回これを、えー、クリックしたりしなかったりで、まあ、ここが勝手に変わっていきますのでですね、このまあパラメータを使わずしてあの、そのパラメータアクションで、ね、制御できるようになります。はい。で、あともちろんですね、この下のグラフが、あの 各地方に変化します。よってなんですね。まあ、普通のフィルターアクションですので、このフィルターボタンを押してあげればですね。基本的には効、えー、きます。まあ、ここまでは結構皆さん行くんじゃないかなと思ってたんですね。で、最後のなんかこの辺でタブってくれると嬉しいなと思ってました。<laughs> で、あのもう一個ですね。あのリスナーを好き。<laughs> えー 入院問題で最後のアクション、あのハイライトのところを、ね、あの設定したんですけども、えー、と今回のお題はその選択してもハイライトされないようにしてくださいねっていうことをお願いしてました。なので、このままだとハイライトされてますよねっていうことですね。でそこをまあ制御するために、えー、もう一個ですね、ハイライトアクションっていうのを使っていただいて、はいまあ、選択したら、よいしょ、選択したらですね、この まあ、true が入るようにしてくださいねっていうのを、まあ、してあげるとですね。まあ、これなんか若干不思議な感じがするんですけども、まあ、選択したら true のものをハイライトしなさいねっていうんだと思ってますね。true は結局全部が true っていうになってますので、 あの結果としてですね、まああの、ハイライトされないとか、す、ま、べ、あ、てがハイライトされている状態になるんですよということが起きているんだと思いますので、まあ、これで一応完成ですよといった形になっておりますこれはあの計算式のトゥルーが入ってるからってことですかね。そうですね、さ最初に隠し味で、このトゥルー入れてくださいねって申し上げましたけれども、うん、結果、これによって全部のマスにトゥルーが入ってるっていうことになっていると、私は理解しておりまして、なので、うん、トゥルー、えー、入ってるのすべてがハイライトされてるっていうことが起きてるんじゃないかなと思っております。うん、はい <Yeah. S 2> いうのでですね。はい。まあ、動的ゾーンの問題でもあり、実はパラメータ3兄弟あー、フィルターですね。アクション3兄弟ですかね。まあ、これをしっかり使い切るんですよっていう、そんなような問題でもあったというところでございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。これ、ね、最初に。うん ハイライトあの気をつけてねって言わない方が良かったかな。<laughs> い,やいやいや。流れたことないですけどね。でももう本当にもうね、ま、何の問題もなくできてましたね。<laughs> はい,い。本当に素晴らしいな。素晴らしいですい。脱帽でございます。おめでとうございます。<ー>はい。あのアクション設定とかこの時間制限の中でやるってなるとめっちゃ設定間違えるんですよね。わかる。うん <laughs> やって直してやって直してやってると結局何やってたんだか分からなくなるっていう。そうなんですよね。突然なんかできたような気がするみたいな。どうやってできたのか分からんみたいな。<laughs> ありますよね。特に最初のうちはなんかこのボタンを押せばフィルターがかかるって思ってるところも結構あるんですけど、実はここでね、ちゃんといろいろ細かく設定できるんですよみたいなところが初級者から中級者への道みたいなところがあると思ってますので、<laughs> うん、まあこういうフィルターのアクションウィンドウですね、まあ、しっかりいじれるようになりましょうねみたいなところが、えー、やっぱり。 一つポイントなのかなというところでございます。はい、君に解説いただきありがとうございました。はい,はい、ということで、第三問はチャそうぞうさんが決勝進出となりますので、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、もう十時過ぎてしまいましたが、最後ですね。第四問、もう一人決勝進出できますので、皆様諦めずにぜひチャレンジをしてください。 はい、入れていいきましししょょうう、はい、ご準備よろしいでしょうかそれでは第4問はこちらになります。はいえー、とこれはカテサブカテゴリーごとに最新年の売上金額と前年,比前年比成長率を示してくださいというものですね。で売上は上点は円マークと0.1ミリオン単位で表示して。 前年比成長率は1%単位で表示をしてください。色の反例ですね、ここに出ているものを参考に、前年比成長率プラスマイナス10%を基準として色分けをしてください。この反例名は、えー、と要件外なので、まあ、分かるようになってれば OK とのことです。あとはサブカテゴリーごとに網みがけを表示してくださいという問題になっております。お

それどころじゃないと思うけど。<laughs> <laughs> こちらはまたあれですね、表っぽいけれども、ちゃんとビジュアル表現もある。そうなんですね。ねまさタブローじゃないとできない表ですよね。結構要件的、要件を4点。 っていう形なんですけれど結構いろんなことが問われている問題かなっていう感じですね。うん、まあそう作ったってのもあるんですけど。<laughs> でもこういうのよく使うよね。なんかああの、ね、要件であるよね。なんか。あります。あのます。うん、当年の実績出しつつ成長率出すとか、前年の数字出すとかありますね。結構なんかシグナルとして出すっていうところは。 なんか割と実務上でもあるかなっていう気はしますね。これ単位はエ v でいいんですよ。出たよ。チャ <laughs> レンジしてるんですか <laughs> <laughs> これでまたあんか。マン,マンじゃないから。困 <laughs> ります。まあの,のね、コンビネーションね。うん。はい、<laughs> すごいなまあでもね、この今日学んだ4問がね、 スパッと溶けるようになるだけで相当レベルす、ね。うん、いすごいですよ、はい。結構この問題も瞬発力系かな。うん、なんか、まあ普段からね、こう使い慣れていえば、この機能あれだなっていうのが、こう、紐づくとね、うん、まあさーっといけそうな感じですよね。何気に編みけが。とかね、そう、あんま使わないと、使わ <laughs> ないとね。あれどこにあった まあ、あとは丸がなんか右ぞろいだなとか。ああ、ちょっとヒノコが出てましね。なるほど。一なんかできそうに見えた。表のようで言って表なのか表じゃないのかみたいなところが、ね。そうですね。おぉ <laughs> ?3 分経ちましたね。<laughs> うん、なるほど。ほ さあさあさああどうなるでしょうか <laughs> 大激戦の予選これ本戦も楽しみですねいやめちゃくちゃ楽しみですちょっと今日ご参加いただいた方にはあのまあちょっとこのね第4問でクリアするかしないかというところではありますが全員ちょっとねできれば来てほしいよねうんうんほんとに来てほしい なんかそろそろ応援団とかいてもいいのではとか思ってるんだけどね。応援団。あ、ファンクラブみたいな。なんかよくありますよね。誰々さんの何々選手の地元の福岡こちらセラーみたいな。私のイメージはなんかの黒いあのうちは名前が。で、あの高校時代の恩師とか、コメントしてくれるんですよね。彼は高校生の頃はこんな子で。と れれああじゃないのデータセーバー外の人は師匠がやったらいいじゃないああ、なるほどね。いや、あの頃からこんなにいっぱいになってみたいな。泣いちゃうみたいな。笑いを取りに行くとか涙を取りに行くとか。師匠によって違いますね。だって、あでも意外と5分経って悩んでるかもよかね、これは。うん。どこで詰まるあも。 これ、荒川さん、ちょっとヒントは出してますかそうね。そろそろ、うん。そうですね。まあ、やり方はいろいろあるんだろうなっていうところはありつつ、うん、結構表計算使います。うん、まあ、前年比設長率はまずそうですしね。そうね。う,ねうん、うん。そうだよな。 最新年だけ出すっていうところは、そうですよね。だって、そもそも前年比って言いながら、今年度しか出てないっていう。そうですね。うん。じゃあ、ここどうやるんだろうなって。中島さんが来た。あ、かられた。かなかなさあ、3度目のなのか。三度目の正直か。さ2度あることは3度あるのか。楽しいます。画面共有お願いします。はい ちょっと横幅が広いのですが、うん、ああ出てないか。出、うん、そうあ。出ました、出ました。<っ>はい。金額出てます。前年比率もあってそうです。で、売上は0.1ミリオン円単位で1、1%単位の成長率。はい。で、色も問題なそう。一番下までちょっとスクロールいただけますか。はいあ。大丈夫ですね。そう、画材がちょっとグレーになるんですよね。うん、はい。で、サブカテゴリーごともアみュなので。 はい、問題ないと思います。3度目の正直。しいすごいです。おめでとうございます。おめでとうございまあ、上村さんも食べたけど、惜しい。惜しかったですね。いや惜しい、惜しい。やることが多いから、こういうところに、早さみたいなところ出てきますよね。確かに 中島さん、なんか手こずったとことか、ポイントとかありますね。いや、もうひたすら手数が多かったと。やべ、間に合わない、誰かにされる、こされると思いながらやっておりましたっていうのがありますが、どうですね。ヒールの名前がも広割合とか、急いで広割合。奥とかね、問いちまった。あ、ひらがなかなんね。 前年の成長率でいうとそうです、ね、2022年、うん、2023年して、ちょっと非表示になってですね。うんうん、非表示にして表記出されないようにするとか、<ー>あと、ね、プレースホルダー、いくつにしようとかって悩んでました。0.8でいいのかとの右。右に寄せるのでいくつにしようかと。うん、悩んでましたうんなんか開いた方が。 いそうですね、<あ>えっと、割合、えっ、ー、と、そらくポイントは色と割合で非表示のところかなと思うの、ん、で、ちょっとあのそちらの計算式を見せていただきたいなと。これ、あの、はい、そうですね、差の割合の単位表計算をそのまま使って、うん、それをドラッグアンドドロップで、あの表計算、表計算じゃない、計算フィールドに使っています。うん、で、差の割合を使っていて、えー、そうですね、非表示のところはそうですね、2022を選んで、右で。 えと非表示を選んで、表示、うん、させたりして。うんね、色は、そうですね、まずは絶対値が0.1以下であれば、まあ、その10%以内の範囲色にして、あとはまあプラスで0.1を超えたかどうか,かで、うん、どうしも時間がないので、数字でやりました。うんうん、絶対値使うんだ。確かに、ね、できますね。<ー>便利だ。 いはい、ありがとうございますあいますす<は>、はい、荒川さんの方からもポイント解説おお願願いいいしししますまあ、まはよろくずは、えー、決勝じゃないや、本戦選,選出おめでとうございますというところで,、うん、で、自分の方からは、そうですね、ちょっと時間もしぎみかもしれないので、ちょっとサクサクお話ししたいかなというところがありつつですけれど、えーまあ、この問題のポイントというところでお話をすると、実は結構あの基本的だけど、ちゃんと、 すべて適切に使えますかっていうところを聞いている問題でした。まあ、ポイントとしては、えー、大きくはこの6点かなと思っています。数字の書式設定ちゃんとできますかというところと、まあ、前年比成長率ちゃんと計算できますか。で、色のところで計算フィールドを使いますかというところと、まあ、条件分岐を特にというところと、えー、いわゆるプレイスフォルダーのところですね。まあ、この右揃えいにするにはっていうところで、えーまあ、ミニマム1.0とかプレイスフォルダー使えますかというところと、あと実は細かいポイントで。 え文字色とマークの色一緒だったと思うんですけれど、あの中にじゃないや、えー、先ほどお見せたいただいたところも、えー、まあそこもできますかというところだと、行と列の組織設定、あのこのサブカテゴリーの編みかけのところですね。まあ、というところ、細かいところ、ちゃんと丁寧にできますかというところ、全部使えそうですかというところを聞いていた問題です。うーん はいで解説、まあ、順番に行きますと、まあ、今回、クロス集計の問題では実はあるので、まあ、年ごとの売上と前年比成長率なので、まあ、なので、スタート地点としては、まあ、シンプルに、えー、年ごと、カテゴリー、サブカテゴリーごとのまあ売上と、あと、えー、こちらですね、会、え、員、ー、表計算のところの、えー、先ほど、佐野割合使ってますというところですけど、実は前年比成長率も、多分これ、計算は一緒になるはず。なので、まあ、今回、自分は前年比成長率を使っていますと。 で、スタート地点としては、まずこのクロス集計表を作ってみましょうというところになるかなと思います。はい。で、まあ、その後に書式設定のところですね、ちょっとあの後で使いたいので、あのこちらの会員表計算をそのままこうグイッと持っていくと、実は計算フィールドになるんですけれど、まあ、計算フィールドを1個、えー、売上 YOY というところで、中身、先ほども全く一緒です、えー、作っておいて、用意しているんですけれど、えー、こちらのところですね、えー、0.1。 えー、ミリオン円単位にしたいというのと、パーセンテージ1%単位にしたいので、まあ、そこは右クリックから、えー、書式設定のところで、えー、数値の書式設定のところを正しく設定いただくというところですね。それぞれ、まあ、通貨0.1で、えー、ミリオンで、まあ、円ですよというところと、あとパーセンテージのところは、えー、パーセンテージで小数点0にすれば、えー、このように1%単位で表示されますというところです。はい。で、 えまあ次何するかっていうのはあるかもしれないですけれど、まあ、条件分、あのつまり10%基準で色付けしたいですよねというときに、えー、計算フィールドを1個用意します。まあ、先ほど用意したあの売上の前年比成長率ですね。が0.1以上、10%以上より大きいのか、えー、あるいは10マイナス10%よりも小さいのかというところで、えー、if 分で条件分岐をさせて、まあ、こ,この名前は何でもいいんですけれど、えー、それぞれラベルを付けますと。 で、そのラベルを一回外して、まあ、そのまま入れてあげると、まあ、こんな感じで色はつきつつですけれど、まあ、そこの色は適当に設定していただきつつ。はい。で、これ入れるだけでは、実は、あの、どれだっけ。あ、違うか。えっ、ー、と、この状態だと、まずラベル、この形で色分けされたクロス集計表はできますと。 で、えー、この後に、えー、じゃあ最新年だけ表示したいというところで、まあ、先ほどは、えー、まあ、年を絞ったあってまあ非表示すればいいんじゃないかというところで、まあ、選択いただいて非表示という形で、まあ、2023年は出るんですけれども、まあ、例えばこれ、来年以降のデータが入ってきた2024年も25年も出てきたというときに、つどつどこれ非表示を、あの年を選択して非表示をするっていうところが出てきてしまうので、まあ、今回自分からお伝えできるのは、実は、あの、 右方向に対して、まあ、最後ですか最後からいくつぐらい下がりますかという実はラストという計算式があり、でそれがゼロだったら一番最後、あの一番右側のものなので、えー、これをまあそのままちょっとこう出しているとサムシンプルです。かね、えー、ラストがゼロですよねというところに一番右側のものなので、まあ、これだけでフィルターに入れてあげると、こんな感じで、えー、自動的に最新年の数字が出てくるという形ですね。これダイナミック よね。何ですかダ。ダイナミックハイドって言うんだよね、これの。あ、初めて聞きました。でもで多分、ね、そ,うそういう感じだと思います。あのなんかね、あのあさっきのその中島さんがやってくれた非表示って英語だとハイドなんですよ。はい、でダイナミックにハイドできるからダイナミックイ <laughs> ダイナミックにね。 そういうチップスもやっぱ出題側が学ぶみたいなことで、結構自分はダイナミックハイドを初めて聞いたかもしれないです。<笑><笑>うん、名前多分調べたら出てくるタブローダイナミックハイド出てんじゃないかな、うんうん。名前知ってるかで検索できるかとか変わってくるからね、少しでもちょっと後でまた調べてみますね、ダイナミックハイド。うんうん、私はそう教わった最初に。 で、これを、えー、ここまでできましたと、でこれあのこの形で、まあ、シグナル的に出したい、信号的に出したいという形なので、まあ、この丸を出すための仕掛けが必要です。でそれは今回、えーまあ、このような形で、min1.0 と入れてあげると、まあ、こんな感じで、帽子としては最初は棒グラフかもしれないんですけれど、えー、出てきて、でそれを、えーまあ、円にしてあげると、こんな感じで、えー、1.0の位置に丸が全部出るっていう場所ですね。うん でただ、えー、これ、おそらく、デフォルトでやっぱラベルは自動で色が入ってる。人、ま、字、あ、とかはちょっと置いといて、自動で入ってるんですけれど、ここ、色一致させたいので、マークからの位置をしていただくと、うん、設定されている色とラベルの色が一致します。はい。で、ここで、まあ、ほぼほぼできていて、まあ、あとは、えー、見た目合わせるためには残ってるのは、この編みかけのところなんですけれど。えー えこちら、えー、シートの組織設定のとこ、この編み掛けの組織設定を出していただいて、もともとはこんな感じで、えー、何も入ってない状態なんですけれど、これをバンドサイズ1個上げてあげると、こんな感じで、うん、サブカテゴリーの誘導で、えー、ちゃんとサブカテゴリーのに編み掛けが入ってくれるというところと、あと先ほどはあのヘッダーがあったので、まあ、こちらももともとはヘッダー残ってると思いますけど、まあ、これも正しくちゃんと消してあげると。うん消 まあ今回これで作りたかったものがちゃんと出てきてくれるっていう感じですね。まあ、なので、手数は多いんですけれど、うん、あの細かいところをちゃんと全部できますかっていうところで、この問題出させていただきました。手数がすごい。<laughs> 要件的には4つしかないのに <laughs>。いや、これを問結構、こういうところも問われるので、まあ、その自力があるかっていうところを問うような問題として用意した形ですね。 これはパッと見なんかシンプルなのにめちゃくちゃ手数がいるね。ね業<ー>務 <laughs> <laughs> だとこのシグナルのところが丸じゃなくて晴れマーク、雨マークとか矢印になったりとかしますよね。って、はい、<数>ですね。なんかコメントでなんかあのみんな,なんかあのサカピーは私に教わった」って言って,て私はアンディーコット <laughs>

どれをフィルターに入れるとラストかゼロじゃないですラストだと思いますね。あラストは大丈夫でしょ。ラストは、その、そですね、ディメンションフィルターじゃないからみたいなことですかね。表形さんフィルターだから、はい、大丈夫。解説がかぶりにかぶって。でも、そうか、でも、あの、録画とか見る人のために言っておくと、この、表、そのまま読むけど、表形さんフィルターはクエリーパイプラインの最後で、 計算した後だから取れると思いますって書いていただいたその通りですね。はいはいそうですねですす素晴らしいまああとはあの LOD 計算をあえて使ってディメンションフィルター使うっていう手はないことないんですけれど、あ<ー>まあ今回ちょっとそれ逆に手数が多くなっちゃって複雑なのであの一番まあ一番簡単だろうって形でご紹介しました。うん、そうですね。 いやこれなんか回答も素晴らしいですけど質問も素晴らしいですよね。す,ねすごく的を得た質問で確かに聞かれてみたらその通りだな、うん、そこってあの不思議ですよねっていうのは、うん、あのすごくいいご質問だったんじゃないのかなと思います。なんかパイプラインドリルというかさなんかその結局その順番が後になりゃいいって話だからその表計算を全年比を出してから フィルターをするっていうときに、じゃあどうやってやるかっていうのは、LOD とディメンションフィルターをうまく使うのか、はい、まあ後ろになるからっていう、はい、LOD より後ろになるからっていうふうにするのが、うん、いやいや、表計算最後なんだから、そうでやらせようかっていう話になるんだよね。ね奥深い。<laughs> ミノルパイプラインでググるといい音が出てくるそうですよ。はいはい ミノルパイプライン。あの、多分あれだなっていうのが、あれだねって感じ本当にいい記事なんで、ぜひ見ていたたいですね。でも、何なんとかよくわかんないけど、ミノルのパイプラインってなんだろう。確かに。出てくるのかなどんどんいろいろ出てきますね。すごいです、本当に。いですね、こういう。でもなんか、割とちゃんとサジェストに出てきたので、皆さん検索されてるのかもしれない。すごい。 はい、ということで毎回この予選会盛り上がりますね。ね<ー>とてつもなく学びの多い4問でしたが、うん <laughs> はい、第4問目は中島さんおめでとうございます。おめでとうございますとうことでですね、えー、と今回決勝に進出することになりましたおつうさんと。 えーと中西さん、あとチャーソウソウさんと中島さんが、えー、と本選しし進出ということで1月30日の、えー、と会場でお待ちしておりますので皆様、本当に体調など崩さぬよう <laughs> でお会いしましまょう最後にです、ねえー、と本選進出が決まった4名の方から一言ずついただければと思いますのでじゃあ、おつうさんからコメントできますか。はい こん,ばんはえっ、ー、と、去年のジェ総会で、あの、千秋さんにおめでとうございますって言って、あの千秋さんから来年は、壇上で会いましょうって言,<ー>言ったのが。のそうなんだ。一年経って、ちゃんと実現できてよかったっす。ごい。ごいお父さんってなんかさ、感動ストーリーいっぱい持ってない。<laughs> <に>いや、んなことないっす。もうめっちゃいつも泣いてる。いや、でも本当に。 1年間、ちょこちょこやっててよかったです、本当に。素晴らしいです。はい。誕生で会いましょう。はい、お待ちしております。はい、お願いします。はい。はい、はい、じゃあ次、中西さん、喋れますか大丈夫ですか、はい、あ、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。あの、ドキドキしてたんですが、<laughs> <laughs> 取れてよかったです。 ちょっとあの関西からだったんで今回ユーザー会事態が完全オフラインということでその一ユーザー会事態いけるかどうかみたいな話をちょっとしたりしてたんですけどじゃないもうこれで胸を張ってあの行けるのでなるほど <laughs> 頑張ろうと思います,すありがとうございますチケトをつかみ取りましたい<や>はい、はい、素晴らしいですお待ちしておりますはいじゃあチャスソソさんも えーと意気込みお願いいたします。はい、お疲れ様でした。ものすごい緊張しました。まあでも本戦はもっと緊張すると思うので頑張りたいと思います。で、あと私 J.T.U. 総会行くの初めてなので、そこも楽しみにしてます。はい。はい。さっきはい第四問のとち途中でホテル予約しました。失礼します。あれどちらからいらっしゃるんですか。私北陸ですね。あ、そうなんですね。あ、そうか。 ありがとうございます。お待ちしております。はい。楽しみにしてます。はいありがとうございますい。それでは最後、中島さん。食べれますかはい。でありがとうございます。えっ、ー、と、本当に手に,手に汗握るって、文字通り本当に汗かきながら、やべえ、間にやねえなって感じ <laughs> なんですけども、最後、はい。あのー、なんとか出動勝ち取ることができて、はい。嬉しいです。本番も、あのー、多分汗をかきながらやると思うんですけども、あのー、<laughs> その緊張を楽しんで頑張りたい,とい。と中島さんって初,初、初出場ですか?。音声もう初出場です。あ,すあ、すごい。すい、まあ。おめでとうございます。今回も全員初、出場です、ね。全員初ですね。うんうん、そうですね。すごいです。はい、ということで、四名揃いましたので。でね、えっと、四名の方にはですね、別途ご連絡させていただきますので、えっと、少々お待ちください。 はいということで、皆様、本当、夜遅くまで、平日の夜遅くだったんですけれども、うん、お集まりいただき、そして、えー、とチャレンジいただき、本当にありがとうございました。えー、と今回の、えー、とこれはですね、ちゃんと録画しておりまして、あの後日、YouTube でアーカイブとして配信しますので、えーと、また復習したいという方がいらっしゃいましたら、こちらでぜひ、えー、とタブキきに鍛えてください。たぶきに来たよ。出題者の皆様、いかがでしたあ 決勝、うん、の皆さんに、KT のワンポイントアドバイスなんですけど、<お>あのまあ、技術を鍛えるのは、まあ、皆さんやっていただいていると思うので、とにかく人前で手が震えないようにだけ訓練しておくといいですよ。それだけに。<laughs> うん、なるほど、確かに。<laughs> ちなみに私は震えないです、何回もやってるから。<laughs> すごい。そうですね。あとはなるべく使い慣れたマウスとかね、うん、ぜひ持ってきていただけるといいでキーボード持ってきてる人いましたからね。<laughs> うん <laughs> ここに。<laughs> 私ですね <laughs>。キラキラ光るやつ。うん、そうですね。僕だったら絶対持っていきますね。そうですね。ちょっと会場の,あの設備の都合で、あのご自身のパソコンを使えるか、用意されたパソコンになってしまうかっていうのはちょっとあるんですが、まあ、その辺も、<laughs> はい、えーと、お手ご連絡をさせていただきます。はい、出題者の皆さんもいかがでしたか森田さん、どうでしたか予選会。 いやいやいや、もう、勉強になりました、けど、はい、<laughs> 一日、ありがとうございました。はい。木村さんもいかがでしょう。はい、向こうはちょっと悔しいですね。もうなんか、瞬殺された感じがしたので、<お> <laughs> <laughs> そうですね。なんかあの、次回はまたもうちょっと難しい問題も考えな,きゃな <laughs>、はいかなと、反省しております。 はい、ありがとうございます。最新機能も取り入れてね、やっていきましょう。うね、はい。あとは、荒川さん、いかがでしょう。いやまず、あの、なんだろう、出題してて楽しかったところはあるので、また、あの、出題に参加、出題の方におつきいていただける方はまた募集するかもしれないみたいなのがあるかもしれないので、うんまあ、またあの、なんだろう、参加された方にも、出演された方にも、学びのあったいい機会だったんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。うん、サカピーさん、いかがですか あの、も本当に楽しかったですね。こんなに白熱の戦いになるとちょっと思ってなかったので、うん、すごい盛り上がって良かったなと思います。うん、また本戦が楽しみです、うんうん。はい、ありがとうございます。じゃあ総監督ケティいやあ、あの水作りましょう。もこれもやって2020年からだよね。やり始めてね。とから3回目になるんですけれども。うん あの毎回あの本当にすごい学びありでまあこう悔しいありみたいなまあ勝利ありみたいな感じなんですけれども今年はあの特にあの千秋さんはじめとして「カジュアルビズ作りましょう」をやっていただいて本当に新しいあの何でしょう世代が育ってきたなっていうのをすごい強く感じた。 あの会になったかなと思ってまして本当にこのまあ運営チームとして運営出題チームの皆さんの努力とそしていつも毎回参加して盛り上がって盛り上げてくださってる皆さんにすごい感謝ですしやっぱりこれあのやっぱいいコンテンツなので。 もっともっとみんなに広めていきたいなって思っているのでぜひみんなで最高に楽しんでもっといっぱい仲間を連れてくるっていうのもこの総会でもまたみんなでこの楽しい姿を見せたりあと来年以降の取り組みっていうところでもぜひ一緒にみんなで盛り上げていってほしいなと思ってますさっき荒川さんも言ってくれたけど問題作りもすごい楽しいので参加問題作りそう共にすごく学びのある時間になると思うのでぜひですね引き続きみんなでみんなで一緒に 私たちの力で盛り上げていきたいなと思ってますのでそ皆さんとりあえずまず1月30日は、えー、能楽堂でお会いしましょう。はいいありがとうございます、はい、今、ケイキニの言葉にもありましたが本当に今回ですね、今まで出場してない方が進出してくれたっていうのが私的にすごく嬉しくってですね、そのためにカジュアルビズ作りましょうとかもやってきたので多くの人にあのご参加いただけて本当に嬉しいです。うん、はい というところでもう10時半もわってしまったのでこちらで終わりにしたいと思います。皆様、総会のお申し込みをお忘れずにお願いいたします。いはい。それでは、えー、とまた1月30日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。皆さんあ,ありがとうございました。ありがとうございました。はうございま。れ様で皆さん。した。うん